ルドルフス・ボボダは、オーストリアの画家である、オリエンタリズムの画家の一人に数えられる、ウィーンで生まれた。芸術家を多く出した家系の出身で、両親とも、肖像画家で、おじに、同名の風景画家、動物画家がいるので、ルドルフス・ボーボーダでアジャンゲルと呼ばれることもある。妹のヨゼフィーネも、肖像画家となった。1875年から、 ウィーンの工芸学校でドナディニとラウフベルガーに学んだ後、母の兄、レオポルト・カール・ミュラーが教授を務めるウィーン美術アカデミーに1 8 7 8年に入学した。1879年にミュラーとエジプトを旅し、その後も1年間の軍務やエジプト旅行をしながら、アカデミーを1884年に卒業した。1885年に、 イギリス王室のビクトリア女王とつながりの強いオーストリアの画家ハインリヒホガン,ンゲリの推薦でイギリス王室のために働くことになった。1886年に依頼されてビクトリア女王の在位50周年の準備のためにロンドンに招いたインドの職人たちの絵を描いた。この絵が木に入られインド人の生活を描くためにインドに滞在する費用が与えられた。 1886年10月にボンベイに到着し、アーグラ、ラーワルピンディ、ペシャーワルを訪れた。1887年の夏は、工芸学校の教授を務めていた、ジョン・ロックウッド・キップリングとパンジャーブで過ごし、息子の有名な文学者のラドヤード・キップリングとも知り合った。1888年までインドに滞在し、多くのインド人の生活を描いた。 イギリスに戻った後は、ビクトリア女王のお気に入りのインド人召使い、アブドゥルカリムやシェフの肖像画も描いた。ありがとうございます。